これバチェラー本当に真実ないかな、本当ですよね本当それそこ突っ込みたくなっちゃうもん、なんか唯一一組だけ本当に結婚しました、あした人がいるんですね、結婚した、そうなんだ、前回のバチェラーのカップルは結婚しましたね、その前の2人は別れました、別れてやっぱりだからね最初しめしめ顔顔がなんか安藤美希に似てません、ね、似てる似てる、ね、それねネットでも出てる、あ出てるんですか、あ安藤美希に似てる、なんかそんなにすごい美人ってわけじゃないですよね、そこまでの美人じゃない、綺麗綺麗か、かっこいいと思う、まあ、マフ、そう思います、まあ魅力的な人ですね、確かに、うん、魅力的な人ではある、身長あってスラッとしてるし、いや個人的には目指してますよ、なんで黙るのなんかこれってでもなんでですかね、なんか多分タイプじゃない人も絶対いるじゃないですか、絶対いますよ ね、こういう女性好きじゃない人絶対いますよね、いますいます、うんうん、普通にパッと見で顔でも受け付けないっていう場合もあるじゃないですか、うん、あるある、でこういうメッシュの髪の毛とかね、うんうん、色黒の感じとか嫌な人は嫌ですよね、嫌だ、だってもう出てる男の人でもちょっとこの人絶対ないなっていう人いますよね、うん、いますね、顔だけですけど、うん、顔だけだと言いたい放題見始めた時から言いたい放題ネタミソネミヒガミがすごいよこういうの撮ってればいいのにマジェロレッドを見ながらマジェロレッドいろいろ言い合う絶対叩かれますよねおめえが言うなっつってえ、わかんないです、どうなんだろう、まあ魅力的ではあるけど確かに好み分かれますよね、ああいう顔の人って、うん、ね、心が黒いんですかねこれは、自分らのですかで素直な目で見れないですよね結局ね、テレビ作り物の中の世界だから、うんうんうん、絶対そこで信じないなんてねえねえおばさんたちが何か言ってる十何人いたとてです、ですよね、そういうことですよね、その1個目と2個目のシーズンを終えて2人とも別れちゃったからすぐ、あその後結局ね最後あすぐ別れてるんですか、1人は多分1年以内ぐらいに別れて、あそうなんだ、その後も1年以内ぐらいに別れてて、やっぱテレビにやらせないんじゃねえかみたいなってなりますよね、なったんですけど、その3個目のやつで結婚したんですよ、結婚したんだ、最後の1人の、へえ、でうまくいってるんですか今、うん、いってるんだ、結婚ニュースを見てもいいって、へえ、本が、なんか盛り上がるは盛り上がりますよね、うん、絶対気持ちが、うん、恋をしようみたいな、そうですね、そこだけだから、わかる、ね、恋に恋してる感じですよね、うん、うん、それが終わって、うん、取り合いとかもなくなったらサメ、絶対サメ、わかるわかる、それはあると思う、ありますよね、一つの要因ですよ、男の人の方がありそうじゃないですか、うん、なんかそのそうですよね、狩りをする、そうそうそう、うん、それが何もライバルがいなくなった時ですよね、そうそうなんですよ、いやでも、ね、私女性としてもこの人はねかっこいいと思う、思うんだ、すごい好き、さんがそうに言うんだったらよっぽどあれなんだろうな、魅力的な人なんだろうな、うん、本当に余裕があるからなんだと思われる、うん、リアルに探してるっぽい感じ、うん、余裕があるけど探してるんですか、そう結婚相手探してる、探してるんだ、それは本気なんですね、うん、こんなの出なくても、そうね、そんな魅力的な人だったらね、ダメや、これ何、縁側です、縁側ってそもそも何ですか、ね、魚ですか、魚のイカじゃないですよね、違う違う違う、あのなんか最初私ちっちゃい時縁側イカだと思ってたんですよ、あれですよね、ヒラメだか なんかのここの部分、ここの部分ですよ、そうですよね、エラの部分、あ、エラっていうかこの左だの部分、なんか、うん、そうなんだ、ちょっと脂が乗ってる感じですよ、この人だ、この人誰、私こうやって見せたんですけど、あ瞬間にこの人がかっこいいです、私坂東さんですよね、この人相手だったらいいですけど、この人です、あ青木愛にも似てますね、青木愛っていうスポーツ選手がいるんですよ、32歳です、あ32、
大丈夫かは厚め夏女だから分厚鍋分厚って同じ同じ同じかっこいいかっこいいこの人はバカにされないけど私はバカにされるんですねありがとうございますすいません私がやられてみんな喜んでましたあってなこれは。にはいいな。確かに。ねえ。へえとか言って。へえとか言って。うん。あ無理。思った思った無理。あ無理。あ無理。違う。違った。なしみたいな。横顔で騙されるケースですよねこれね。絵は繊細ですね。絵は、うん、芸術が素敵いいのはいいですけどね。あ、無理。これ無理。いや、お前が言うなって感じですね。お前が選ばれねえからそもそもね。そもそも。いや、なんかちょっと違った。違ったわ。笑ってる。無理。私はある程度知ってるから、うん、見てるから、うんうん、お二人の新鮮な意見が面白いですね。あ、そうですか。うん、結構進んでるんですもんね。三、うん、人に減るまで。うん、そっか。モルシャスで残っちゃったらやっぱ。実は残ってた人。やばいやばい。同じ気持ちで。綺麗な格好してね。ねえ。いいですね。参戦して。うん、それでじゃあ普段のスウェットとか見たらどうなんですかね。取り合われるんですよ17人、ね、ちょっとそれは憧れますね。憧れますよね。いやすごいですよ、みんなが自分を見てるんですよ、ね、いやどうしよう、募集しようかな。え逆バチェラーやりませんって。取り合われなかった取り合われ死ぬしかねえ。悲しくてしか悲しい。素敵、綺麗、舞子さん。さ、こういう人が好きなんですね。かっこいい。かっこいいなと思うんだ。え、多分今一通り見たからだと思う。そうかそうか。うん、全てを知ってるから。お考え方とかが。大体こういう司会者の男がモテるっていうパターン。うん、だってちょっとなんかかっこいい風ですね。うん、風。なんか白目にでもなんかいる。そう、ちょっと目やられちゃった。ね、やられちゃってますよね。うん、かわいそうに、こんな時に。かわいそうに。あ。いつもじゃなくてこの時だけおかしいんですか。ああそうそうそう。あ、そうなんだ。多分なんかなっちゃったんじゃないですか。うーん、そっか。一緒に参加してる。参加してる。参加してる。バチェラーに参加してる。よだれがセクシー。よだれがセクシー。新しいよだれ吹き。新しいよだれ吹き。今狙った目したな今これ、ね、狙った目しましたよね今。ほらほら狙った目してる。狙った目してますよね。ほら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 、いやいやだ、いやらしい目してる。勝ち合いすんなよ。勝ち合いすんなよ。お母さん厳しい。お母さん厳しいよ。ほらほらほら、笑取れで。ほら笑ってる。面白そうだなっていう目で、ね、面白そうだなっていう目ですか。ごめんね、勘違いしちゃって。うわ、ヨタンリンがすっげえ。やべやべやべ、福利福利起こしてるよ。やべやべやべ。あ、ちょっとあっちこっち冷たいな。あっちこっち冷たい。あちゃちゃ、あちこっち、ハチポチステーション。ハチポチステーション。ゾワゾワじゃないんですか。ツッコみたくなっちゃう。ツッコみたくなっちゃうよ。中国人なのにめっちゃ堪能日本語が、で頭いいですもんね中国人ってね、うん、なんか中国人っぽくもないですね。ないですね、日本人っぽい。うん、うん、リラックス。もう誰が落ちてってるか知ってるんですもんね。私はね、知ってるんだもんね、うん。これどういうタイミングで選んでいくんですか？うん、最後に、うん、最後というか毎回毎回バラを、うん、じゃあ今回は何本って決まってるんですよ。でも17人いたら今日落とされるのは5人ですとか、最初結構ガッていくんですけど。何回かお話とかして、うん、あとはデートとか重ねて落とされていくんです。担当直入にこの女性がもう選ぶんですか。そうです、もちろん。え？あららら、いきなり。そう。
いろんなここでね初対面でアプローチする場面なんですよ。いやちょっと可愛いなと思ったのに今のではないな。あ男の子の方が、うん、なしです。ちょっとね、うん、初めてなのにアンさせるって、そうそれはね、女の人は恋に落ちる瞬間なんじゃないですか。アンデですか、アンデですか。アンデ落ちます。撮ってた。撮ってますよ。化粧品見せね。わざわざどうもありがとう。うめ、うめ、うめ、うめ。唐揚げ食べて。お母ちゃんおいしいな。お母ちゃん食べてる。おいしいな。お母ちゃんが食べたのを僕はおっぱいで食べるって。うん、その経由で行くよ。おっぱいで食べるよ。おっぱいで食べるんだから。食べるよ。うるうるってる。ご機嫌。靴下。変な靴じゃないです。靴下さっきの人。さっきの人。やっぱりちょっとぶっ飛んでんな。いや無理。今の下ペロ無理。喋り方。いや無理。喋り方が気になる。これゲイでしょ。ゲイっぽくないですか。なんかちょっと。なんかちょっとね、ちょっとおかしな雰囲気出てるよ。変態っていうね。やば。やば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 。初対面でこれは聞きますよね。これ想像して書いたってことですよね。ですよね。いやー。ちょっとわかりませんね。これはダメだわ。これ落ちますよね。言っていいんですか？あ、ダメ。嘘だよ。こういうさ嘘のコメントいらないですよね。いらないですよ。ちょっと気持ち悪かったですって言ってほしいですよね。本当に。どうですか？無理。無理だわ。通過しますか？嬉しい。え？通過します。これ通過する。歌だったら通過する。いや無理。いやいやちょっと。首筋触ってんじゃねえよ。ちょっとこう押してるし。ね、押してる押してるし。いや無理。笑ってる。失笑失笑。知りもしない人になんかされたくないですよ、ね。ですよね。好きでもないし。そうそうそう。慣れ慣れしすぎる。好きだってからならまだ、うん。うん、いいですけどね。マナーがなさすぎますよね。ないな。ない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 。あーうーんダメですね。ちょっと違うちょっと違うちょっと違う。飛ばされてるし。飛ばされてる紹介が。なんか、うん、ヤマピーもどきらしいです、ね、へー全然違うじゃん。あのねここの下だけが残念らしいんですよ。あマスクすればいいんですか。この目だけだと、うんうんまあ、ちょっと可愛い顔してるかもしれない。雰囲気を作れるらしくって、的にはありですか今のところ。今のところあり、うん、あり組、うん、あの他の人より、あり組ですね。あり組。あらまあこの女性は何センチですか身長。176って言ってもね。176あるんだ。大きいな。大きいですよね。うーん優しそうな顔してる。でも顔ができるんだなこの女の人。大きいのかな。ね大きいですね。男の人がみんなちっちゃい。面白いね、ハレくん。わあ、どうしたら、どうしたら。やだよ、待って。やだよ。すげえ食ってる。いや、どうしたマジで。面白い。この個性をさ、ちょっと履き違えてますよね。引いてる、引いてる、ちょっと。かっこよさそうだけど、選ばれると思ってんのかな。いやむねって思いますよね。うん、あ見てほらさっきの人知り合いって言った。ちょっとヤマピー風に見えます。いや見えない。見えない。なんかこんな感じでなんか。いや見えないでしょ。あまあ確かに。それ格好だけでしょ。意識してる感。意識してる感あります、ね。意識してんですかね。私の方が似てんじゃないこうやったら。意識してる感。ヤマピーを。いや顔全然違うけどね。どっちかさん寄りだけどね。やっぱりちゃんと来てるんですね、うんうん、ちょっとこの人入ってきた瞬間空気が違う。ちっちゃい、ちっちゃい人でもいいんですかね。どうなんだろう。どうなんかな、うん、かっこいい萌子さん次。これは女の人が引き立っちゃうな、うん、やだ触ってもらっていいですか。いやそれはないですよね、うん、
そういうしかない、うん、そういうしかない、そういうしかない、その通り。どうですか、顔的にはなしですね。うん、顔的には好みじゃない。やっぱ英語話せる人かっこいいですね、女性。ケイン濃すぎかなと思って、うん、本当ですね。パーフェクトボディパーフェクトボディってなりますよね、今ね。うん、イエイ、おいえい、よだれチューチュー。もう英語喋れるようになろうね。喋れるようになろうね。ねえ。すごい収まりいいぞ、ね、君私も結構楽です、楽ちんですか、落ち着き放ってるじゃない、あなた落ち着き放ってる、そのままもう寝たら、そのまま寝たら寝かそうとしてる、そのままそこで寝ちゃえばね、服にところどころよだれ、あのタオルどこ行ったの、あのタオルどこ行った君の、君のタオルこれだよ、いたいた、パンパン、これちょっと拭いといてもらっていい拭いといてもらっていい、さりげなく拭かせる、うん、おいでおいでって、うん、笑ってる、狙ってる、狙ってないから狙ってないから、変な人だなって見てんだよ、変な人だなって見てんの誰よこれ、私だよ、ほら嬉しそう、嬉しいのかな、あ、おっぱい、おっぱい掴もうとしてる、おっぱい掴む、いいな、子供だと何の罪もないもんな、あ、うん、サファーか、あーこの登場がみんなギャグですよね、狙ってきてる、あ、面白い人、面白い人良さそう、良さそう、うん、ナイスツッコミそんなすぐ落ちるもんじゃないですよね、コンさんが好きそうな、あ、こんな人やってないですか、あ、でもな、もうなんか外人ってうさんくさいしかイメージねえからな、かっこいいなるなるなる、それはなる、それはなる、仕方バチェラどうしますか、どうしますか、どれにしますか、足が危ういよ立ちきれない立ちきれない